ビジュアルプログラミング言語ドラゴーンのプログラムの例。50個のビジュアルプリミティブがある。ドイッチュ限界はビジュアルプログラミング言語の情報密度に関する契約である。起源はエルピータードイッチュによるもので以下のような内容である。この用語を作ったのはフレットレイキンである。ビジュアルプログラミングに関して行われたスコット・キムとワーレン・ロビネットの対談に対しドイッチュが 以下のようにコメントしたことが元になっている。ビジュアルプログラミング言語におけるプリミティブとは、プログラムを構成する独立した視覚的要素のことで、ある。一度に多くのプリミティブを表示できれば、プログラマにより多くの情報を提示できる。ドイッチュ限界は、テキストが持つ情報密度の高さを明示し、ビジュアルプログラミング言語のスケーラビリティの低さという問題を提起している。 そのため、ドイッチ限界は、テキストベースのプログラミング言語が、ビジュアルプログラミング言語より優れている、点の例として引用されることがある。ドイッチ限界に対する批判としては、テキストベースのプログラミング言語にも、同様の限界が存在するかどうかが明確でない、ことや、テキストベースのプログラミング言語と同様に、 ビジュアルプログラミングにもモジュールの考え方を適用することで限界を克服できるのではといった点が挙げられる。ありがとうございます。